はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ、仕事入ってからの久しぶりの琵琶湖に来てます。まあ、今日は今ですね、12時を回っちゃっててね、ちょっと遅めに入ったんですけど、もう今日はね、楽しみたいと思います。これからね、4月7日にある名古屋で開かれるアングラーズマーケットまで、釣りの時間がね、2日間取れましたんで、やっていこうと思います。もう楽しんでいこうかなと思います。自分の目標としてはとにかく1本クオリティフィッシュを取ることで、願わくば釣りタイルアーが、まず一つがジョイクロ、これナイチューンとのね、クリスマスからの約束があってジョイクロで1本取るということ、あとは新作のバリキシャット、今ハマってます。で、あとは、レイドのね、グラディエーターアンチトリッカーで1本取りたいなというのと、あとはスティーズで1本取りたい。まあ、いろんな欲望がありますが、とにかくそのやりたいことで1本取るというのがね、今回の目標にしていこうと思います。今ここはですね、紀伴島、紀伴島の方にいます。風が強い、10メーターオーバーってところでね、風あるの方を攻めていこうと思います。それではどうなるか分かりませんが、釣れるも釣れねえもそれも釣り、行ってみましょう。俺は使う、行きますか。まずはレベルミノー、遠くに投げるというか、ちょっと足元のついてそうな魚を拾いたい。さあ、来ました、琵琶湖1投目、まあ、軽くでいいのか、思いっきりバカを投げたかったけども、まあ我慢して行きましょうか。久しぶりの琵琶湖。いや、いい天気だけど爆風、どうかな、行ってみましょう。巻き方に緩急つけて、突然は押し押し、はい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 、大丈夫ですよ。はい、あ、本当ですか。ですね、7日過ぎあたりに取り行けると思いますので、はい、すいません、よろしくお願いします。レイドジャパンの新しいロットが届きましたという連絡でした。いや、購入です。予約してたやつが届きました。ピースピニング専用のあの竿が届きました。ピースピン、もう特化型ロット、楽しみはぁ、もう帰ろうかなちょっとテンション上がった。亀か、亀がいる、亀が。痛いた、尻尾持ってかれた、痛いた、今そこにいる、足元いるよ、この人、ふわふわさせて、ボトムチェック、もう右のさっきいたバスは、もういなくなってる、考えられることはこの洞窟、トンネルに入った。いや、俺もいるとはまあ本当思わなかったっすよ。まあなんかちょっと影がかかってたから投げてみようと思ったら、ふわーって浮いてきて、あれが落ちパクってやつっすね、本当に。まさかの、俺こういうとこ好きですからね。これはね、さすがにいません、反対側は。これ相当奥あっちありますよね。じゃあここの手前にいるってことはそうはないかな。おらんす。はい、もうね、だいぶね、暗くなってきました。巻物いろいろやりましたけど、ミス一発、あれ撮れときゃいい動画になったんですけど、あれが撮れないと坊主動画っていうものになるんです。レベルミの巻きます、今でしょいや、
い、ということでこんな時間までやりましたけど、あの1匹がかけれるとかけれないとじゃ釣り動画大きく変わってくるということを痛感しました。ってことでまあ初日はねこんなもんですよ。着いたのがもう12時でしたからね、もう5時間の釣りでしたけど楽しくできました。明日はね朝からねいろいろ試してみたいと思います。で、6日か明日がで7日がアングラーズマーケットで、まあ超過次第で8どっかで釣りをしていくかなって感じですね。1日目は坊主でした。以上スペースモンキーズTVでした。また。